オフィスで、学校で、様々なスペースでフレキシブルに運用可能。簡単に理解が深まる、コミュニケーションができる。カシオのインタラクティブ対応ボードスタンドのご紹介です。まずは機器構成についてご説明いたします。一つ目はこのボードスタンド。82型ワイドの大画面でプロジェクター投影ができます。またホワイトボードとしても使用可能。ボードは専用のドットスクリーンシートになっており、インタラクティブボードとしても使用することができます。さらにハンドルを握ることで上下にスライドし、高さの調整が可能となっており、キャスター付きなので自由に移動させることもできます。二つ目はボード上部に取り付ける超単焦点プロジェクター。明るさ3100ルーメン WXGA のこのモデルは水銀ランプを使用しない約2万時間の超寿命光源を実現。最短5秒起動でクールダウン不要のクイックオンオフ機能を搭載しているから、つけたり消したりを繰り返してもストレスを感じません。また、低消費電力の省エネ設計、さらに、ホコリがあるところでも安心して使える防塵設計となっています。三つ目は、専用のソフトとデジタルペン、Bluetooth アダプターがセットになった YS10。このペンを使用することで、投影画面に直接書き込みができるようになります。以上のボードスタンド、超単焦点プロジェクター、デジタルペンの3つでインタラクティブ対応ボードスタンドは構成されています。次にインタラクティブボードの特徴です。優れた操作性と追従性により、早書きしてもペンが遅れません。さらに、ここまで細い線を選ぶことができるので、画数の多い漢字も見やすく書くことができます。色も簡単に変更でき、書いたものを消すこともできます。ページ送りはここで操作します。書き込んだものは保存できます。このデジタルペンは4本まで同時に使用することが可能。それぞれのペンで色や線種を変えて使用できるから、誰が書き込みしたかを分かりやすく区別することができます。また、紙に書き込んだ内容をそのままスクリーンに投影することもできます。スクリーンから離れた場所でも説明することができるので、打ち合わせの際、前に出ていく必要はなくなります。紙のページを変えてデジタルペンでタッチすると、同時に投影画面も変わります。この紙の印刷については、専用紙ではなく、普通紙で OK。パワーポイントや Excel などで作成したデータを、専用ドライバーを使用して、ドットパターンデータに変換して印刷されます。いかがでしたでしょうか？カシオのインタラクティブ対応ボードスタンド。手軽に、簡単に、理解が深まるコミュニケーションを実現。オフィスや学校で大活躍します。そしてカシオのプロジェクターは水銀ゼロ。プロジェクターはコストパフォーマンスで選ぶ時代。